はいどうも、皆さんこんにちは。ということで今日はですね、30代以上のマスターズ陸上、されている方々だったりとか、その他ね、スポーツされている方、アスリートの方々に向けた内容になります。まずですね、この衝撃的なグラフを見ていただきたいと思います。見たことある方多いかなと思いますけど、こちらです。これですね、何のグラフかと言います。ここに書いてありますね、筋肉量と、年齢をグラフ化したものです。はい、横がこれが年齢ですね。で、縦が筋肉量です。このグリーンのラインが体幹の筋肉で、真ん中がですね全身の筋肉、そして青い一番下のラインが下半身の筋肉になります。でですね、この体幹は実は年齢による衰えというのはあまりないんですね。これは生きるため、生命の維持のために必要な筋肉なんで、あまり衰えないんですけども、問題はですね、このね、青い下肢ですね、下半身の筋肉っていうのはもう20代をピークにどんどん低下していきます。で、中でも速筋がですね、どんどん能力が、筋力が落ちていってしまうんですね。で、皆さん、私もそうなんですけども、陸上の短距離走というのは速筋を優位に使った運動になります。ですから、この速筋のですね、能力の低下、筋力の低下というのは、パフォーマンスに直結してくるわけなんですね。で、10代のね、若い方たちっていうのは、走り込みとかね、そう走る練習だけでもある程度タイムっていうのはついてくると思うんですが、やはり30代以上になってくると、この速筋を強化するためのトレーニングっていうのもやはり考えていかなきゃいけないかなと、そんな風に思ってます。で、僕はね、シャフト買って、ああいうプレート買って、さっきみたいにねバーベルでトレーニングとかしてるんですけど、さすがにね、あそこまでは必要ないと思いますが、ダンベルですね、10キロか15キロぐらいのダンベルとか、あとはケトルベルなんかを、使ったトレーニングでも十分速筋っていうのをね、鍛えることができますので、そういった室内でできるトレーニングをやっていく必要があるのかなと思います。そうじゃなくても、社会人になっていくとですね、仕事や家庭の都合でなかなかその陸上競技場に行って走るっていうね、ことはできないと思いますので、週1回ぐらい走って、あとは家の中でこうやって速筋をね、鍛えるトレーニングをしていただけたらなと思います。注意点なんですけど、ウェイトを使ってね、ガンガン速筋を鍛えるだけではダメで、前回の動画でもね、出しましたけど、速筋を強化したらジャンプトレーニングなどをやって、瞬発力ですね、筋肉にスピードをつけてやるっていうことがとっても大事です。で、できたらちょっとでもいいんですので、その後ね、軽くダッシュとかをね、してもらうとさらに効果が上がると思いますので、あとはね、筋肉強化したら柔軟性を落とさないように、しっかりね、ストレッチ、柔軟運動なんかも取り入れていただけたらいいかなと思いますので、皆さんもね、頑張ってやってみてください。ということで、今日の動画はこれで以上になります。いつもね、本当にご視聴、コメント、それからいいね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。これプロテインですけどね、このカメハメハシとか、波動拳風味とか楽しみです。今度ちょっとこれどんな味だったか、レポートもしたいと思いますんでお楽しみに